いやいや、始まっちゃいましたよ、法廷。6月16日午前9時46分、地方裁判所、被告人第2控室。あれ、今日はなるほどさん来てないんだ。ってことは一人でやれってことか。足の古傷が痛み出したからって。捻挫じゃなかったでしたっけ。古傷って昨日はニコニコしてたけど。まあ、一応車に轢かれてますからね、確かに。大事を取った方がいいとは思うけど。見抜きがいれば大丈夫だろって笑ってたよ。どういう意味なんでしょうか。大丈夫だ、驚きょうすけ。俺は一人でもやれる。今朝だって5時から発声練習をしていたんだし。ちょっとやってみてくださいよ。ああ、いいよ、古本。驚きょうすけは、大丈夫です。出た、それ。発声練習というより、自己暗示ですね。驚きさんにとってこの大丈夫ってことはね、いろんな意味で、まあ、勇気づけられる言葉ではありますからね。だから俺は大丈夫だって言ってるだろ。なんかどっかで同じようなこと言ってんぞ。おはようございます。よう、あんた、俺有罪判決なんか気にしねえからよ。いや、滝田くんがこの調子なんだもんな。今日は楽にやってくれよ。はあ、だからこそ楽にやれねえんだよ、こっちは。滝田、お前はまたそんなことを。俺はな、親父と違って警察なんか怖くねえのさ。そう、こういう理由で有罪判決を受けようとしてるのが、まあだからね、間違ってるんですよね。本当にやったんだったら確かに有罪判決を受けるのはまあ妥当だと思うけど、やってないけどその刑務所に入るのがその極道として、まあ、箔がつくみたいな。極道なんてのは刑務所の飯を食って箔がつくのさ。お前、どこの極道の映画みたいな、それね。えみんながそういうわけじゃねえっすよ。ミーハーだぞ、ただのそれ。なんかそういう悪いことすんのがかっこいいみたいな感じの考え方がもう、お前は何にも分かっておらん。ただのミーハーだ、お前は。お二人とも、驚きさんより声が大きいですね。あれ、もうすでにちょっと、我々負けてるじゃないか。我々とか驚きさん負けてるじゃないか。まいたな、結局。依頼人と打ち合わせできないまま法廷が始まっちまうよ。おいおい、大丈夫かよ。同日午前10時、地方裁判所第4法廷。まあ、なんとかなるっしょ。相手はなんと、あのガリュウさんの弟、ガリュウ京也です。これより来た来た来たの法廷を改定します。弁護側準備完了しています。検察側 OK だ。あの人、昨日の人、ケンジさんだったんだ。あれがガリュウ先生の弟。ガリュウ。京也さん、まだ未知数ですよね、どういう人なのか。ガリュウ検事、久しぶりですな。しばらく見かけませんでしたが。そうだから最近はずっとこの人は出てなかったんですよね。ずっとこの人はロックンロールしてたから。遊びで始めたバンドが大きくなってしまってね。これ本当に大きくなってるよね。めちゃめちゃ大人気のバンドですもんね。ミリオンヒットを3本も飛ばすとファンが話してくれなくて。ガリュウさん、紅白とか出てんじゃねえのか。そうですか、正直心配しておりましたよ。あなたもまだあの事件に縛られているのではないかと。余計な世話さ、裁判長さん。今日の法廷はね、プラチナチケットのステージより価値がある。何しろ僕の兄を蹴落として生きがってる。ボクちゃんの実力を見られるんだからね。いや、すいません、ちょっと語弊があるんですけど、あれ、なるほどさんがだいぶ先導してまして、ほぼなるほどさんがやったと言っても過言ではない。ステージをキャンセルするだけの価値はあるよ。まあでも実際弁護席にいたのは驚きさんですからね。わかりました。それでは冒頭弁論をお願いしましょう。因縁の相手ではあんのかな。その前に常々思っていたんだけどね。あ、そうだ。そうですね、こう BGM を。法廷のこの空気なんか重たいんだよな。ちょっと斬新なことしますよね、この人ね。まあ、法廷ですからね。これじゃあお客さんも乗ってこないと思うんだ。いや、だから法廷ですから。もっともなこと言っている裁判長。 OK、 今日はこんな感じで行ってみようか。何が OK なんだ、何なんだこの雰囲気。このリズムのうねりに乗せて事件を見ていこうよ。むしゃくしゃだ。まあ、慣れましょう。今後もこういう感じで行きますからね。被害者は鵜狩照夫、鵜狩外科医院の院長だ。
はい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 、あのなるほどさんを引き飛ばして、でミニクちゃんのパンツがなぜか排気パイプに入ってた、あの車の持ち主浮かりてるおさん、現場は人情公園、屋台を引いている姿で発見されたんだ。しかも麦田さんの屋台を盗んだのもうかりさん、全部がうかりさんなんだよな、あの3つの事件に関わってるっていう。一体どうしてまたお医者さんが屋台なんかを、いやあのラーメン屋でも始めようとしたんですかね。それはこの法廷で被告人に聞けばわかるんじゃないかな。何しろ彼が被害者を撃ったのは間違いない事実なんだからね。まあ目撃者もいるそうですからね、まあ、しかも本人も認めちゃってるから、まあ確かにだいぶ苦しい展開ではあるんですが、どういう意味ですか。睨むなら被告席のチンピラ君を頼むよ。なんせ彼は犯行の瞬間バッチリ目撃されてるんだからね。わかりました。まあでもそれは目撃証人の話を聞いてみないとわからないですから、それではその目撃証人を入廷させてください。いやギターがかっこいいね。ガーリオさん、その前に片付けておきたいことがあるんだけど、いいかな。普通に喋れよ。かっこつけすぎだろっていうね。ミヌキ今一瞬ギターが見えました。そうですね、エアギターしてましたね。何ですかね、ガリオケンジ。動機ってやつだよ。チンピラ君がどうしてうかり外科医院の院長さんをやっつける気になったのか。まさかの動機があると言うんですか。動機なんかないですよ。バカな被告人がそんなことを話すわけがないでしょう。それがね、今朝被告人本人から頼まれたのさ。なんだと、なぜこっちに話がなく向こうに話があるんだ。どうしても改訂一番でみんなに聞いてほしいってね。なんですと。あいつ何してくれてんだ。勘弁してくれよ。ステージはつかみが肝心ですからね、 OK じゃないでしょうか。まあそれがね、こっちに転ぶことならいいんですけど、極めて異例なことではありますが、被告人自身から動機について話をしていただきましょう。いやもうダメだろ、それ言っちゃダメだろ。あなたが被告人、北木くんですかな。くんじゃねえだろ。北木さん一家に喧嘩売ると後悔するぜ。おい、国家権力に喧嘩売るヤクザか、僕も初めて見るよ。なかなか、なかなかね、やんちゃですね。すごいんですね、滝田さんって。いや、恐れ知らずというところか、やめてくれ。若さゆえの暴走というやつか。それではとにかく証言していただきましょう。被告人の動機について被告人自身に、まあ、一番説得力ありますね、本人から言うことだからね。あの医者はな、インチキ医者だったんだよ。誰かが思い知らせてやらなきゃいけなかったんだ。半年前入院した時、あいつは俺の手術に失敗した。しかもそのまま黙って退院させやがった。これね、まあ、これちょっといろいろ背景があるんですけどね、事情が。おかげでこっちはまた手術のやり直しさ。あの日やっとそれが分かったんだ。許せるわけねえだろ。だから俺はあの夜、あの野郎のとこへ行ったのさ。しょっぱくんが、しょっぱくんが見えました。なんとあなたは被害者の病院の患者だったのですか。まあ動機はそれというわけですか。まあいろいろあるからな、俺たちの世界には。しかしあの医者はなんだ、仁義のかけらもありゃしねえ。ふむ、それでは弁護人尋問を。いやもう動機聞いちゃったんだけど、やれやれ初めて聞くことばっかりだぞ。そうですね、あの医者はな、インチキ医者だったんだよ。そうなんですか。インチキ医者、そういう言い方はあの良くないと思うな俺は。そうですよね、こうなんていうかな、こう抽象してるというか、うるせえ黙れ、全部何様のつもりだ。あんたの弁護士なんですけども、俺以上君の弁護士なんだけどな。何度だって言ってやるぜ、あいつは最低の野郎なんだよ。これ殺してるな。誰かが思い知らせてやらなきゃならなかったんだよ。これやってんな、誰かが。ということは、
君以外にも被害者を恨んでいた人がいたのかな。知らねえよそんなこと。いたとしても関係ない。これは俺のけじめよ。極道の世界じゃ当然のことさ。しかしどうしてそこまで被害者を恨んでいるのですかな。聞いてくれよ、ひでえ話さ。ただ恨んでいたのは、間違いなくても、本当にやったのかってところはまた別問ですから。半年前入院した時、あいつは俺の手術に失敗した。半年前ウカリ院に入院した。入院の理由は何だったのですか。まあ名誉の負傷ってやつだな。君の身に何があったか説明してくれるかな。あれは片木組との抗争の時だった。片木組か。その時俺ドジっちまってさ。な、片木な感じするわ。あいつ確かに普通っぽいもん。待ち伏せしてたやつに撃たれちまったんだ。いきなり発砲とはなかなか、もう片木らしからぬ行動ですね。手元の資料によると、緊張に耐えきれず予定時刻の15分前に一人で乗り込んだとあるね。なかなか先走るね。あんな奴ら俺一人で十分だったんだよ。若さゆえの暴走だね。そして担ぎ込まれたのがウカリ院だったわけですか。撃たれたのは心臓だったみたいだね。心臓はやばいでしょ。心臓撃たれてよく生きてたな。なるほどさん並みの不死身体質だな。ミヌキも歯で銃弾を受け止めることはできますけど、それも十分すごいよ。ミヌキちゃん、さすがに心臓はまずいです。弾丸は心臓ギリギリで止まってたらしい。俺はなんとか踏ん張ったのに、あのウカリの野郎、弾丸の一つまともに取り出すことができなかったんだ。心臓ってでもなかなか難しそうなね、感じですよね。要するに手術は大失敗だったってことだね。ところがそれだけじゃねえんだよ。しかもそのまま黙って退院させやがった。まあ、ウカリさんもどうしてその、まあ、自分のね、まあ、関係ある北狐一家の、しかも組長の息子の滝田くんをそういう目に遭わせたのかっていうのもありますよね。ウカリさんのまあ心情というか。黙って退院はまずいですね。黙って退院させたどういうことですか。そのままのミスは驚くだろう。そんなことがありえるのですか。さすがにまずいのでは。これはどう考えてもおかしいですよね。うかり院長は手術の失敗を隠したかったみたいだね。まあそういうことでしょうね。そのためには彼を退院させるしかなかった。あの大嘘つきめ、立ちが悪い極道より立ちが悪いぜ。まあなあ、おかげでこっちはまた手術のやり直しさ。それじゃあその弾丸は今も。そうなんだよ、あのクソったれの弾丸は今でも胸の中にあって心臓圧迫し続けてるんだ。やばいじゃねえかよ。そんな叫んでて大丈夫か。圧迫するぞ。君のことは僕の胸に突き刺さった消えない銃弾ってわけだ。これ僕のバンドの歌詞だけどね。そう、それはいわゆる医療事故ではないですか。そうですよね。これは訴訟もんだよね。事故なんかじゃ片付けられない。完全に犯罪だぜ。いや、まあイライラ来るのも当然ですね、それね。うん、それは確かにウカリ医師にも問題がありますな。だろ？死んで当然なんだ、あんな医者は。まあ、死んで当然とはならないかもしれないけど、そういうことを言うときは弁護士のこの俺を通してください。みんな俺を通してくれないな。驚きさん、腰が引けてます。しかし、なぜそのミスが今になって判明したのですか？あ、それはありますね。組の健康診断で分かったそうだね。健康診断？そんなのやってるんだ。笑っちまうぜ、極道が。ガン首揃えて健康診断なんてよ。俺死ぬ準備ならいつでもできてるってのにさ。それを聞いて安心したよ。え、なんだよ。あれ？親父さんから聞いていないのかい？君の手術ミス、早急に手を打たないと命に関わる可能性もあるそうだよ。そうなんですよ。なんですって。君が抱え込んでいる銃弾の
資料は宇狩照夫が持っていた。あ、爆弾の資料は文字通り君にとっての命綱だったのさ。そうですよ、宇狩さんしかそんな嘘だろ。こいつが証拠だよ、君の診断書だ。なるほどね。自分を助けられる唯一の男を殺害しちゃうなんてね。その記録があれば、まあそのひょっとしたら助けられたかもしれないけど、君も随分おっちょこちょいだな。あっはっはっは。シャレになんねえですよこれ。さて、いい感じで空気が温まってきたところで、そろそろ始めようか、熱いギグをね。始める？前座は十分さ、目撃者の話を聞こうよ。なんか滝田さん黙っちゃいましたね。まさかそんなことになってるとは思わなかったんでしょうね。俺も正直少し動揺してるよ。これが我流検事の作戦なのか。まあでもあの人はさ、別に間違ったことをしてない、てかまあ真実をちゃんと述べてくれてるよね。君、名前と職業をお願いするよ。この人が目撃者。この人ね、川津京作と申します。いやもうこの人はなかなか印象深いキャラクターでしたね。逆転裁判4でなんか言ってますけど、私はある種無職ですか。あなた職業、現在の身分という、はい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 、つまりあなたは無職ってことでいいんですか。まあ、大学の学生でしょ。つまり彼が言いたいのは自分は学生であるってこと。まあそういうことだよね。有名大学3年生間違いないよね。ああ、あの有名大学ですか。知ってます知ってます。なるほど、さんと一緒ですね。河津教作理工学部に席を置いております。これの全てに好奇心を持ち、真理の研究に、真理の探求に心を割く毎日。とりあえずその好奇心を今は事件に向けてくれるかな。それでは証人、あなたが事件当夜見たことを証言していただきましょう。見たこととあなたは簡単におっしゃるが、そもそも人の眼球でもない2個存在するもので、その脳のそれが受け止めた情報分析フェードアウト、フェードアウトした。勝手に編集がなされた。その夜、私は買い物の帰りにその公園を通りかかった。その時、屋台を引いた男が目に入ったのです。そして向き合うもう一人の男、滝田君か。はっきり見えましたよ、男は間違いなく非国籍の人でしたね。男は手に持ったそう、ピストルを屋台の男に向けたのです。なるほど、滝田君はピストルを持っていたと。そして一発の銃声が真正面から屋台の男のおでこを撃ち抜いた。はい、なるほどね。まあちょっとおかしいことになってるんですけど、でもその時公園に他の人はある種いなかった。そう申し上げてよろしいでしょう。ある種、その時のピストルがこれだね。証拠品を受理しましょう。指紋は拭き取られているんですか。はいはい、おかしいですね。これもおかしいですよね。まあ、しかも2発撃たれてるっていう。それでは弁護人、尋問をお願いします。はい。ちょっといろいろおかしいですよね。どうしたんだよ、証人の顔見つめて。あの証人のお兄さん、どこかで見たことがあるような気がするの。なるほど、ミヌキちゃんが見たことがある。ある可能性が浮かんできますね。その夜、私は買い物の帰りにその公園を通りかかった。その時、買い物の帰りに公園を、どうしてわざわざそんなところを。これはこれは、私としたことが言葉足らずでしたね。スーパーからの帰宅の際、公園を通ることによって節約される時間、その時間で私は入試問題を2問解くことが可能。
私は平均1問解くのに3分、理論上約6分48秒節約でき、しかしこれが私の苦手な英語の問題。まあまあまあ、あなたなりに訳があったと。もう結構です。よくわかりました。メモリ、尋問にあまり時間をかけないように。そんなつもりはなかったんですけど、頼むよ。この後レコーディングが控えてるんでね。そんなの知ったことじゃないですね。お願いしますね。ミヌキもステージがありますから。仕事が大変だね、みんな。みんな忙しいんだな。これが仕事だって話なんだよ。私は、屋台を引いた男が目に入ったので、そして向き合うもう一人の男。はい。なるほど。何か話し声は聞こえませんでしたか？そういえば何か話していましたが、よく聞こえたとは申せませんね。途切れ途切れに、よくも騙してくれたなとか、あなたに思い知らせてやるとも。ああ、まあ、さっきのあの動機とリンクしてきますね。あははは、どうやら被告人の証言通りだね。心臓を打ち抜かれる気持ちを教えてあげようとしたわけだ。それが事実ならば重要な証言ですぞ。やばい、重要なことを引き出しちゃった。なんてことはっきり聞かれてるじゃないか。ん？今の証言訂正させていただきましょうか。なんだこの空気は。正確にはあなたにもではなく、あんたにもでした。ええ、間違いないでしょう。理工学部の看板をかけてもいい。どんちでもいいわ。止めてまで言うことではないわ。それで、そのもう一人の男ってのは誰だったんだい？はっきり見えましたよ。男は間違いなく被告席の人でしたね。現場は暗かったにもかかわらずはっきり見えたって言うんですか？どうして被告人だったと言い切れるんですか？犯行時刻は夜中で、現場は暗かったはずです。そうですよね。弁護士さん、あなた知っていますか？はい？何でしょうか？私は大学で必ず一番後ろの席に座ります。はあ。それがなぜだかお分かりになりますか？後ろの席でも、その黒板が見えるよ、見えるから、だから、ってことですか？目がいいってことですか？知るかよ。私の完璧なノートを盗み見させないためなのですよ。それがどうかしましたから、別にみんな、あなたのノートなんて見てませんよ。つまり私は完璧を良しとするもの。薄暗かった？公園には街灯があったではありませんか？私が証言している以上、被告人はあの夜公園にいた。それは人類の歴史的にも変わりなき事実なのですよ。私がそう言うってことは、そういうことだと。すごい自信ですね。でも嘘をついてる様子はないな。まあ、確かに見たってことか。それは。男は手に持った。そう。ピストルを屋台の男に向けたのです。ここがちょっと気になるところではあるんですけどね。まあ、ここが、一番の矛盾点ってわけじゃないんだけど、現場には、このドスがあったじゃないですか。このドスには、滝田くんの指紋がついてたんですよ。でも、このピストルには、指紋がないんですよね。拭き取られてるんですよ。つまり、もし滝田くんが、現場でね、バーンって撃ったんだとして、でそれは、そのピストルに関してはちゃんと拭き取ったけど、なんでこのドスの方は拭き取ってないんですか？っていう疑問はあるんですが、まあ、しかも2発ですからね。それも疑問なんだけど、まあいいでしょう。ピストル、それはこの凶器に間違いありませんか？間違い？ご冗談でしょう。と言ってしまうことでしょう、普通の証人ならば。ややこしいこと言うわ。え、何ですか？次は何ですか？しかし私は違うのです。私は特別なものだと。私は全てを理系の頭脳で思考する男なのですから、その基準に照らして、四面す、あーもうあーあーダメだ、もうなんか言ってるわ。物体 A を物体A と認識するのは困難だったでしょう。要するに断言できないよってことみたいですね。なるほど、めんどくさい証人だな。しかし私の目の前で銃撃があったことだけは事実です。今でもまざまざと思い出せる被告人はあの時拳銃を構え、そして一発の銃声が真正面から屋台の男の
おでこを打ち抜いた。はいはいはい。まあ、解剖記録を見ると、死因は右こめかみに受けた銃弾なんですよ。おでこじゃないんですよね。これはちょっとどういうことなんでしょう。ふう、これなら、俺でも安心だな。まあ、わかりやすい矛盾でしたね。何ほっとしてるのかな。まあ、見間違いっていう、ただただ見間違いっていう線もあるけど。あ、いや、この、イヤリー。それはもう聞きました。まあ、いいじゃないですか。こっちのペースってものがあるんですよ。リズムってものが。驚きさん、落ち着いていきましょう。あ、いや、その、これ、こちらをご覧ください。解剖記録ですか。弁護人、これが何か。ですね。あ、そうだ。問題は傷の位置です。傷の位置。犯人は真正面から被害者を撃ったと証言しましたね。まだぎこちない感じありますね、驚きさんね。ああ、そこを推理できますか、やはり。お、予想通りだと。よろしいでしょう。簡単にご説明申し上げ、確かにこの世界には厳密な真正面は存在しない。例えば正確な1メートルの定義をご存知でしょうか。クリプトン原子の発生する光の 1.6。クリプトン原子の話はまあいいんですけど、弁護人。はい。あなたはクリプトン原子とやらに異議を申し立ったのですか。何ですか、クリプトン原子って。まず、わかりません。スケールの小さな男だな、君は。がっかりだよ。違いますよ。もっと大雑把な問題があるじゃないですか。フリーキントンの話はしてないんですよ。大雑把。解剖記録を見てください。傷の位置は、右のこめかみと書かれています。こめかみ。あなたは明らかに真正面から撃ったと証言しています。あの、これって矛盾ですよね。ですね。よかった、これでいいんだな、やっぱり。まあ、ただってことはどういうことなのかっていうことをまで推察しなきゃいけないんですけどね。弁護士か、相変わらずだな、君らは。想像力だよ、想像力と。古い戦術だね。細かい矛盾をつついて証人の動揺を誘う。7年前、君の大先輩が致命傷を負ったのを忘れたのかな。なるほど、龍一とか言ったっけ。おい、うちのピアニストをバカにするな。とにかく傷の位置が矛盾してるのは確かです。ぐ、あのさ、おでこくん、おでこおでこくんって言ったね、今ね。例えば、君が公園を通りかかったとしようか。二人の男が向かい合っていて、一方が相手にピストルを向けている。さあ、君はどうする？それはまあ、そうですね。止めようとするでしょうね。やめろとか言って。まあ、声はね、かけますかね。じゃあ、お嬢さん、あなたは。まあ、でも、俺、声をかけますかねって言ったけど、俺だったら、迷わず通報しますね。逃げますね。てか、まず、見抜きですか。見抜きはね、キャーって言っちゃうかも。それで河津くんだっけ、君は何を叫んだのかな。あ、こめかみの団子、もしかして叫んだということは、うかりさんはこっちを向く、で右のこめかみに団子があったのかっていう、まあ確かに流れはできてますね。そう、たった今思い出しましたよ。どうやら証言を続けていただいた方がいいようですな。ただこれもね、これもさらにおかしくなってくるんですよね。